しげしげチャンネル。こんにちは、ふみです。今日はですね、先日か前ぐらいかなに、アンケートボットフェスと村コレどっち引くかみたいな動画を出したんですけども、それから、ガチャが始まりまして、まあ2日か3日ぐらい経っちゃってるんですけど、今日ね、ストーリーが実装されてですね、それをクリアすると結構石がもらえたのと、あと月曜のね、石20個配布もあって、今ね37個まで増えましたということで、引いていきたいんですけど、こないだのさ、生放送、パズドラの公式生放送で、なんだっけ、式神使いとあやかしみたいな新しいイベントが発表されてたじゃないですか。それが、この村コレが終わった後に多分始まるのかなと思うんですけど、それもね、やっぱり引きたいので、このクエストダンジョンにある村コ270万フォロワー達成記念に、ですね。これクリアすると27個石がもらえるんですけど、ちょっとね、こっちは、その、式神使いとあやかしだっけ、合ってるかわかんないですけど、に取っとこうかなと思ってます。ということで、今回はね、この37個の中で、村コレとアンケートスーパーボットフェスをね、引いていきたいと思います。どっちを引くかと言いますと、どっちもっすね。結局、どっちも引こうかなって。でもちょっと、アンケートスーパーボットフェスの方が、まあ、今すぐ欲しい度で言うと、稲姫がいたりね、アテンがいたりするので、ちょっとアンケートスーパーボットフェスを先に引いて、まあ、交互でもいいけど、引いていきたいかなって思います。じゃあちょっと、まあ前の動画でも確認はしたんですけども、ちょっとラインナップだけね、確認しますよ。アンケートスーパーゴッドフェス。ピックアップ。もう上杉の武器もさ、欲しいんだよね。そう、天聖上杉しかいないから。上杉の武器、アテン、まあ、大魔女の武器系も嬉しいっすよね。あとは、シリングフォードもね、いいっすね。で、狙うは稲姫。天聖稲姫。いやー、本当に、かなー、そうだね。まあ、でもこのさ、新フェスゲンとかね、ユリシャとか、ソフィーが出てももちろん嬉しいです。が、まあ、今の現状で言うと、稲姫を、炭治郎パに入れたい。あとはね、そんなに。それでは、じゃあ、早速、村コレの方はちょっと後でラインナップ見るので、一回アンケートスーパーゴトです。いきます。さあ、いきますよ。心を燃やせ。秘密を引きずっている。稲姫、アテン。稲姫、アテン。稲姫、アテン、上杉武器。なるほど。いやー、石10個。よし、気を取り直して、ちょっと一旦村これに逃げようかな。一回しか引いてないけど、村これに逃げていいですか？じゃあ、村これのラインナップで言うと、グレオンやっぱ欲しいな。グレオン、フェルル出たらめちゃめちゃ嬉しいかも。あとは、星6卵かな。意外とね、この辺の星5持ってるんよね、ほぼほぼ。って感じなので、ちょっとまあ、ちょっと 1% 狙っていきたいな。グレオン、フェルル、卵が嬉しいです。よろしくお願いします。金か。あ、こないだ進化しなかったっけ、ドット進化高め結び。初ゲットなんですけど、嬉しみです。まあ初ゲットだから許そうじゃないか。ちょっともう一回、行ったらあと一回アンケが回せる。さあ、1%来い。1%
ぱ。あーん、あーん、いや、ハマルは悪くないんだけど、ハマルのせいじゃないんだけどさ。そうか、なるほど。いやー、どうするこれ。アンケートスーパーボートフェスだったあと1回しか弾けないけど、ミラコレだったら3回弾ける。いや、どっちも弾く。1回またアンケートスーパーボートフェス行きます。てか、昨日出た私のね、ガチャ動画まとめみたいな動画出したんですけど、昨日見ていただけました？なんか編集してた感じ、そんなめっちゃ買い引きしてる感じじゃないなって思ったんですけど、コメント欄ではね、結構やっぱ引き強いなって言われてたんですよ。だから引き強をまたここでも見せたいんですけど、全然今のとこ引き弱なんですけど。引き弱、今のとこ引き弱よ。大丈夫？アテン、アテン稲姫、上杉武器。アテン稲姫、上杉武器。そっちかー。まあでもね、意外と初ゲットなんですよ。ダンボ釣れる。イエーイ、イエーイ。ダンボ。ありがとう、ダンボ。大魔女さ、すごいんだよ、私。ちょっと一回。めっちゃ話それるんですけど、大魔女所持率がすごいんですよ。ね。すごくない？だってファスカ3体いるもん。なんだっけ、リーチェも3体いるし、ゼラも3体いるな。やば。ノルザ2体いて、他はね、ベロガも2体いて、他1体ずついて、みたいな。すごいよね、これ。まあ、それは置いといて、どうしよう、全然、神引きできない。いや、神引きだったのか、今のは。今のは神引きだった？いや、1.41% か。まあまあいい引きだったのか。いや、でも、ちょっと石が7個あるんで、村これを最後に引いて終わりにしたいと思います。では、いきます。フェルル、卵、グレヨン。グレヨン、卵。で、や、来た。あー、どんだけー。初ゲットじゃない？やったー。めっちゃ嬉しい。このさ、バルーリターンさ、めちゃめちゃ最近、いろんなパーティーに入ってない？やったー、これ来たよ。これはね、めちゃめちゃ嬉しいっす。いやー、ありがとう。よかった。引いてよかった。引いてよかった、とても。ということで、この、なんだっけ、覚醒、アリアンノットから、1,2,3,4,5、5回引きました。村これと、スーパーボートフェス。いや、よかった、よかった。よかったよ。まあ、でもさ、ベロアの帽子もさ、まあまあ悪くないし、フンヌの卵もね。まあ、ちょっと、ハマると、アリアンロットはちょっと残念な感じはあるんですけど、高見結びも初ゲットなんでね、嬉しいです。高見結びって何が強いんだろう。やっぱドットにしたらいい？ドットにしたらいいですか？教えてください。半々ぐらいの引きをしましたので、まあいいでしょう。ということで、皆さんはどんな引きでした？てか、みんなさ、引いたのかな、そもそも。何が出たとか教えてください、コメント欄でぜひ。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、さよならー。